皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、紫陽花が美しい季節がやってまいりました。というわけで今回は紫陽花です。綺麗ですね。で、紫陽花、こんな風に庭植え、地植えすると大きく育つわけです。で、皆さん紫陽花しっかり咲いていますでしょうか。今回はですね、紫陽花が咲かなかったよっていうお悩みいただいたので、そちらについて、原因はどんなところにあるのかということと、紫陽花の咲かなかった枝はどうしたらいいのか、来年咲かせるためにはどのように切ったらいいのかなどですね、ちょっと詳しくお伝えしていきたいと思います。まずご覧いただいた通りですね、こちら紫陽花咲いている場所と咲いていない場所がありますね。こんなに大きく育ってくるとどうしてもそういった場所もできてくるんですが、まず咲かなかった原因として、咲かない枝ができている原因としまして、一つ目は、大きな原因は切る位置をもしかしたら間違えてしまったっていうことですね。以前のね、動画でしっかりとその辺お伝えしているんですが、改めて、そちらもね、ぜひご覧いただきたいんですが、改めてお伝えしますと、花咲かせるために切る位置というのが非常に重要です。で、その位置プラス時期も重要です。まず花の、来年咲かせるための花の芽っていうのをしっかり作っていく時期っていうのが、もう涼しくなってきたら、紫陽花、花芽っていうんですけどね、形成していくんです。作っていくんですよ。で、それが、まだね、しっかりといつっていうのが定かではないところがあって、しかも品種によってもやっぱり違ってくるんですよ。で、かなり早めに花の芽を作っていく場合もあるんです。なので、遅くともですね、7月の末までには切っていただくっていうのがおすすめです。それ以降に切ってしまうとですね、せっかくその頃花の芽、来年咲かせる芽を作っていたのにもかかわらず、その分を切っちゃうっていうことになっちゃうわけなんです。まずそれが一つ原因。考えられるかなと。ちなみにですね、紫陽花っていうのは特徴としまして、こんな風にぐーっと伸ばした枝。はい、ここからね、新しくまた伸びてますよね。この先からですね、一番先に先端に花をつけるという性質を持っています。これが元々の紫陽花の、一般的な紫陽花のですね、性質です。旧枝咲きって言ったりします。昨年の枝から新しく昨年の枝に花芽をつけたものがそこから伸びて、その先に花をつけるということです。で、なので、ここの花の芽を作っていた部分を切ってしまっていると、花が咲かないってことになるんですね。もしかしたらですけど、これ今花が咲いていない状態の場所を見ていただくと、こちらなどですね。もしかしたらですね、ここで切ったんですけど、ここのところの上に花の芽が作られていた恐れがあるんですね。そうすると、こっちで本当は伸びたところに花を咲かせたかったんです。でも下のところでは花の芽を作っていなかったんです。でもしっかり枝は伸びます。となると、今度はこの枝がしっかりと成長して、そこからまた脇、芽出てきてますね。はい。ここのどれかが花の芽を形成してですね、そこから伸びた先に来年花を咲かせます。はい。そういうことにつながるんですね。なので、まず一つ目は、切る時期が遅すぎた。で、遅すぎて切ってしまった。しかも深めにですね、下の方で切りすぎてしまうと花の芽が切ってしまう恐れがあるということです。切るときはですね、遅くに切る、どうしても切りたいときは、上の方、なるべく上の芽を残して切ってください。上の方にですね、花の芽を形成しやすい性質を持っています。ですから、切りすぎないようにしていただくというのが一つポイントです。でも、早めに、なんだ6月中、時期を早めに切っていただくんであれば、まだ花芽を形成していない状況ですから、この深めに切っていただく。3節目、4節目ぐらい、この下の上で切っていただいたとしても、ここでしっかり花の芽を作り出して、そこから伸びて花を咲かせるということが可能になってきます。はい。ということなんです。で、よりちょっと詳しくご説明しますと、こちらがね、すごくわかりやすくて、こんな風に見ていただくと、こうやってね、横に這わせれば、頂が優勢といって、頂点にある芽っていうのが優先的に上に伸びていく性質を持ってるんですよ。なので、それぞれが頂点になるので、伸びてはくれるんですね。ですけどご覧ください。花が咲いてるのってやっぱり先端だけなんですよね。この枝の一番先端のここだけが咲いているのがわかりますかね。はい。こういう性質持ってるんですよ。っていうのは、前年、昨年の枝、ここですね。ここの枝。の、やっぱり一番上のここに花の芽をつけたんですよ。なので、花の芽を作った場所だけが咲いてくれてる。で、これが、時期が遅くなってしまって、花の芽ここに作っているのにもかかわらず、あ、切らなきゃ、ちょっと短めに切っちゃおうって言って、この辺で切っちゃう。とですね、花の芽はここにあったわけですから、それを落としてしまうことに
からここは咲かないってことになっちゃうんですね。こういうことなんです。で、ちなみに、この常識、この性質を覆すアジサイが生まれています。それが、ラグランジアというアジサイで、普通はこのやっぱり一つのこの枝から、前年の枝から新しく伸びたこの一番先端に花を咲かせる。なんで他が伸びたとしてもそこは咲かないっていうのが基本的なんですけど、なんと、こっちにも花が咲いちゃうよっていう性質を持った、ハイブリッド、進化したアジサイが、ラグランジアっていう品種なんですね。そちら詳しくは別の動画で上げておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。そう、そんなアジサイも出ております。そういったアジサイを選んでいただくと、切る位置をね、ここをね、難しく考えず育てることもできるのでおすすめ。ですが、一般的なアジサイはこういう性質を持っているので、まず切る位置、切る時期っていうのをしっかりと考えて切っていただくといいかなというところです。で、まあ、なんだったら切らなくても咲きます。もう自然の中でほったらかしにしといたら、自然と朽ちて枯れて、で、その下のところが花芽をつけて伸びて、また咲かせてくれるっていうことになります。ただそうすると、どん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 大きくなっちゃうんで、やっぱり早めに切っていただいて、樹形も整えながら楽しんでいただく方がおすすめです。まあ、それとあと、つけっぱなしにね、切らないでずっと咲かせたままにしていると、やっぱり栄養分っていうのも取られたりするので、それによって咲かないって恐れも出てくるので、やっぱり切った方がね、しっかり来年の花を咲かせるにはおすすめです。さあ、で、さらにじゃあ、それでもちゃんとやったんだよと、早めに切ったし、なのに咲かなかったって場合は、別に原因が考えられます。その場合はですね、もしかしたら、夏場に水切れ、していたんじゃないかなと。しょっちゅうしょっちゅう水が足りなくなって葉がしおれる時期が多かったんではないかっていうのも考えられます。特に鉢植えの場合、鉢が小さいままだとすぐ水切れするんですよね。水が足りなくなって、そうなると分かりやすく葉っぱがしおれますよね。で、花のこの萼片っていうんですけどね、実際は装飾花の部分もしなしなってなります。ね、これなってしょっちゅうなっては、で水やれば治るんで、これ繰り返しちゃうとですね、やっぱり弱っちゃって、大事な花芽がその時期にじってきてるものが傷んでしまって花芽が飛んでしまうっていうんですけども、ダメになってしまってる恐れがあります。さらにもう一つ言うと、肥料ですね。肥料を全くやっていなかった場合と、やりすぎていた場合っていう、どちらも考えられます。過不足っていうことですね。肥料は基本的に花が終わった後にですね、お礼越えとして、しっかり規定量です。草花用の肥料でもいいですし、アジサイ用の肥料でも売っております。そちらの規定量を書いてありますから、パッケージに。守ってやっていただく。その量を守ってやっていただければ、ちゃんと来年咲きます。もしくは冬ですね。冬が落葉で葉っぱ枯れて、なくなった状態、枝だけになります。その状態の時に、肥料をやっていただく。これも規定量を守っていただいて。そうすると来年しっかり花を咲かせる栄養分になってくれますから、そのようにやってください。これを全く何年もやっていなかったっていうと、肥料が足りなくて花を咲かせる力がなくて咲かなかったっていう恐れもあります。で、逆に言うと、肥料やりすぎてしまう。土の中の養分濃度が高くなりすぎて、根っこが焼けてしまうような状態。水分が逆にですね、奪われていくような状態になってしまって、うまくこの花芽を作ることができなかった。まあ、これはですね、全体の株が枯れてしまう恐れにもつながるので、肥料やりすぎにはご注意ください。はい。で、さらに、あとは日照不足っていうことも考えられます。こう、イメージとして日陰気味なところを好む印象あると思いますが、やっぱり日光大事です。しっかり日光当たって、すくすくと芽も花芽も作って生きていきますから、あまりにもですね、日光が当たらないような日陰気味なところで育っていると、花の芽をうまく作れずに、花が毎年咲かないような状態に陥っている場合もございますので、どれか当てはまる場合はですね、その辺をちょっと改善していただけたらなというところです。やっぱりでも一番多いのは、切る時期、切る位置を間違えてしまうというところなので、そこだけお気をつけください。で、さらに、じゃあ、この、分かったよと、切る位置分かりました。じゃあ、咲かなかった枝は切るべきなんですかっていうね、ご質問もいただきます。悩みますよね。はい。今年咲かなかった枝っていうのは、来年咲くわけなんです。ご安心ください。だから大事です。この、どれか、しっかり花の芽を作って、そこが伸びて、そこに花を咲かせてくれますから、基本的にはもう切らなくていいです。先ほど言ったですね、花も咲いていないので、切らないことによって花が咲いているものだったら、そっちに栄養取られちゃって、うまく充実しないっていう恐れがありますけども、花も咲いていないので、放っておけばですね、この芽がまた伸びて、来年咲いてくれますから、ほったらかしで OK です。ただ、やっぱりその分伸びるんですよ。これ見ていただくと分かる通り、この切った位置がここですよね。ここで切ったら、この下の芽が伸びてますよね。つまり、前年切ったところから新しく伸びてきたところ、このぐらいの長さ伸びるわけです。これ品種によって変わります。
けども、これ一回育てていただくと、あ、このぐらい伸びるんだってわかるんですね。これを意識して切っていただくと、そのコンパクトさを保ってたりもします。ただやっぱり枝によってはぐーっとね、勢いよく伸びる場合もありますから、一概には言えないんですけども、それも考えて、まあ、放っておくとですね、どうしてもそのまた、この上に伸びるからその分大きくなっちゃうので、ここを思い切って早めにです。どうせ花咲いていないですから、だったらもう早く切っちゃいましょう。こっちの花を切る前に、早めに下の方に切る。そうすると、ここに花を、芽をつけようと頑張ってくれます。その可能性が高まりますから、早めに切っていただいて、この下の方から咲かせるようにするっていう手もあります。ただそれでもね、心配だなと、それでもし上の花芽作られてて切っちゃったら嫌だ、絶対来年咲かせたいんだって場合はほったらかしで、方がより花芽をしっかり作ってくれる可能性が高まりますのでおすすめです。でさらにもう一つですね、そもそもですね、今言った通り、まあ、旧枝咲きっていうもので、まあ、今年の枝からまた新しく伸びた枝で来年咲いてくれる、2年目に咲くっていう旧枝、前の枝から伸びたものが咲くって意味なんですけど、そういったアジサイ、一般的なアジサイですっていう場合は、そもそもですね、今年新しく株元から伸びた枝っていうのは咲かないのが当たり前なんですね。例えばこれ見てください。下からほら、これぐーっとこれ伸びてますよね。これ完全に新しく伸びた枝です。当然咲きません。そういうことなんです。なので、もうこんな風にそもそも1年目の枝だから咲かないっていうこともありますから、それを見ていただくとも一目瞭然です。全部若々しいこの緑の枝ですよ、ね、しなるようにね、古い枝っていうのはしっかりこの木質化して一度枯れ込むような姿になりますから、でも中は生きてるんですよ、はい、こういったところからまた出てきている、もう見ればすぐ分かります。でなのにもかかわらず咲いてないってことは先ほどの原因が考えられるっていうことですね。はい、こんな風に楽しんでいただければと思います。ちょっと今回はさらに踏み込んだ内容でお届けしました、ぜひね、毎年紫陽花咲かせて楽しんでみてください。以上、三上真史の趣味は園芸チャンネルでした。紫陽花楽しみたいな、いいなと思われた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。